はい、じゃあ今からですね、まあ、ちょうど浜プロもいることですし、ここの営業部長でもある、寺島さんもゴルフされるみたいなんですよ。ただ何年やってるんでしたっけ今。30年やってるけどもなかなか距離が出ないと。距離出ないしスコアもずっとこう、まあまあ、あるあるですよね、はい。まあ、せっかくなんで、今日はあの寺島さんのお悩みを僕じゃなくて、せっかくで浜プロね女子プロにちょっと聞いてもらって、まあ、ちょっと簡単なレッスンをしてもらおうかなと思いますので、じゃあ浜プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。できるかな。まあ、いきます。おいいじゃないですか。いい。おお、そっか。想像以上にはうまいっす。あれ飛距離ですよ。はい。あ、こういうのがあるんですよ。なるほど。あ、こういう、はい、あれですわ。確かにちょっと飛距離は出なさそう。そうなんですよ。パワーがね、多分全然伝わってないんですよね。こう、私がパッと見た印象は、はい、ヘッドスピードが出てない、はい、原因としたら、はい、もうちょっと インパクトの時にこう、はい、もうちょっとこうしっかり右腰がこう、はい、こう動く、はい、まあ、一回ちょっともうあのどこ飛んでないんで、はい、しっかりあの左なんて言ってた見てたら、はい、結構こういう感じで結構こう、はい、インパクトに残ってる感じで、もうどこ曲がってもいいんで、うん、一回もうちょっとこう一歩前に出るぐらい。あ、そう、うん、はい、ちょっと一回わかりました。練習で、はい、あの空振りしてもいいんで、はい、あ、そう、お、今のいいんちゃう。テンポバックとかは悪くないと思うんですけど、はい、こう、なんだろう、こう、うん、あ、残ってる。ちょっとなんかこう余ってる感じがするんで、はい、一歩こっちにこう、あ、まあ行くぐらい一回でちょっとこう走らせる。で、その時に気をつけるのが、はい、下は引くんですけど、はい、上はこうついてこないと、うん、頭はちょっと我慢して、はい、なぜこうですね。イメージは、はい、私が一歩ちょっと前に出すぐらい回してくださいって言ったのは、こう見た印象としてこうちょっと飛距離が出てない原因として、こう右腰がこうちょっとこう止まっちゃって、まあ、腰の回転が止まってるのがちょっと飛距離のロスかなっていうので、一個練習方法として右足を一個前にやったら嫌でも下が回転するんで、で難しいのが下はこっちに行くんですけど、はい、上体がそれにこう一緒についてっちゃったら、うん、クラブが来ないって、はいはいはい、なんかゴルフの難しいところで、はい、動かすところと我慢するところのメリハリ、はい、あ、特にこう飛距離出したい時ってこう、はい、私も結構そういうテーマなんですけど、はい、ちなみに左足一歩って言ってたりします。あ、こっちはこれつけるんです。私もどっちかといえば下がこう止まっちゃって、はい、こう体が開いてミスしちゃうタイプなんですけど、はい、その時にこうこっちってことはもう左に全然乗れてないので、うん、はいはいはい、で一回ちょっと左足一本で打ってみたらってちょっと一回教えてもらったら、はい、足は全然打てなかったんですよ。で左足一本で打つようになったら、こう自然とこっちが軸になるから、上がこれまたついてちゃったらバランス崩して左足一本でも打てないから、うん、ちょっと左足一本で、こんな感じで、うん、で、あの、もう
全力で。全力で。こんな感じ。もうちょっとちょんってつける。あ、ちょっと。じゃあ私、楽しいです。私は、なんか、これ、行ってみてって言われたら、もう、ここ残っちゃって全然打てなくて、左足1本で、すごい。で、絶対バランス崩さない。もう、全力です。全力で振られへんのかな。めっちゃわかります。ね、おう。でも全力じゃない。今その左腰のあれじゃないですか、はい、乗ってる感じと、はい、今までみたいに両足で乗ってる感じだったら、はい、どっちがこっちに乗ってる感じですか。一緒ぐらい。一緒ぐらい。やっぱりね、さ教えてもらったけど、ここのイメージは確かに、なんか今までなかったかなと思って。あ、じゃあじゃあそっちで。はい。お。あ、ちょっとまた上がった。37.3。あ、なんか、一歩前出る方が合ってそうですね。はい。そういうなんかね、今までない感覚なんで。今、こうちょっと一歩前に出した方が今1点、はい、ヘッドスピードが1ぐらい上がってるんで、はいはい、その一歩前に出す感じで、はいはい、あのもういつも通りあの普通にスイング、はい、一歩前に出す感じで、おお、これでもしくりましたよ。37.6 いや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 、もうそこだけもう、はい、一歩こっちに歩くぐらいの意識で、はい、しっかり振り抜く、はい、え、これビフォーアフター、あ、ほら 37.5、 あ、228、これ伸びた。あ、ミート率めっちゃいい。めっちゃいい。でもなんかこう体幹がこう強い感じじゃないか、めっちゃ伝わる。おー、おお、 7.8、 あ、226、あ、だんだん上がってきた、すごい。あと、あのね、これちょっとずれるかもしれないですけど、僕悩みなんで、もう今だいぶ自分で意識して直ったんですけど、こうずっとね、オーバースイングでクロスしてたんですよ。あ、だこれもう自分でもここで止めるぐらいのイメージを打ったら、あ、まあ、それはそれで直ったんで、うんうん、ですけど、クロス、あ、でも、いやだ、いやいや、クロス、クロス、うん、クロスの人にこうちょっとトップ上げてもらってこう来ちゃうじゃないですか。そうそう、こうめっちゃ力入ってちょっと待ってて、はい、もうちょっと肩が回ってなくて、はい、手だけ回ってるから、こう、普通に戻してもらって、と、こう、クラブが来るじゃないですか。はいはい、あ、こう、こんぐらいの力感で、はい、本当に柔らかく握って、はい、あの、当たらなくていいんで、はい、体、このヘッドと一緒に肩がこうしっかりこう、うん、回ってくるので、意識でちょっと痛くてもらって、もうめっちゃ、あの、力抜いていて難しい。クロスに入ってるっていうのは、はいはい、こっちにすると、うん、多分こっち手の、うん、こっち側にこうクラブ乗ってる感じがある、はい、クロスになったらこの前の方にクラブのなんか重さが手にあると思うんですよ、はい、こうじゃない、うん、でこう寝かしたら、うん、このこっち側にこうクラブがこう支えてる、あ、こっちの方ね、右手の方、こっち側の方、はいはいはい、感じが、はい、一回こう、もう本当にイメージは、うん、大げさに、うん、こんくらい、はい、練習なんで、こういう感じ、もっと寝かす、もっと、もっと、そうそうそう、もっとこう、手の、こっち側に、こう多分クロスにしたら、うん、右手にあんまりこう、クラブの重さが来ない、はい、こう来るから、どっちかというと左手にクラブの重さが来るんですけど、はいはいはい、
ちょっとこう寝かしてあげると、はい、右手と右腕側にこうクラブの重さが、はい、くるなるほど、うん、あ、そうもう空振り OK なんで、はい、そう押せる感じ、あ、今これめっちゃいい、多分こっちだと、ね、こっちにクロスした人はこっちにかも、うんうん、今までそうです、重さがあります、はい、こっちにするとこっちに、はい、この感じ、はい、ここに右側にクラブの重さが、はい、またちょっと右腰がまた余り出してきてるんで、はい、こっちこれそうこれの難しいけどこれただ今またやっぱり距離がちょっと落ちてきだして、はい、目いっぱい右の、あ、そうこういう上からが、まあ、やっぱりね、これで見ても、うんうん、意識してもまだクロスになってるんで、うん、ということは人差し指、右手の人差し指と左の中指、はい、の間に挟んで、はいはい、とこれが落ちないそのまま、はい、どうもう一回ちょっと挟んでいただいてもよろしいでしょうか。OK です、そうです、はい、テイクバックで落ちるかボール落ちちゃったじゃないですか、はい、多分なんですけどこう行こうと思ったら結構もうここから上がらないけど、うん、さっき私がこう言ったように、はい、右のこっちの方にクラブの重さが来るように上げると意外とあんまり力入れなくても上がるかもしれない、うん、それ繋がるかもしれない、で、いいからアドレスを回って、はい、でこう上がっちゃうと、はい、もう多分もうこれ、うん、ボール落とさないようにするのに必死になっちゃうと思うんですけど、はいはい、ちょっとこうだと多分、うん、そんな頑張らなくても、はい、こっちかここ来ると多分、うん、ここにクラブの重さだと多分ボールが落ちない、はい、落ちにくいと思う、うん、もう思い切って目がついてちょいましちょいましわかりやすいです。今まで感じたことのない感覚が得ることができる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと練習でいいんで、はい、一歩前に踏み出す。一歩前、うん、なんか明らかに数字が良くなったんで、はい、ちょっと練習場で一回やってみてください。わかりました。ありがとうございました。難しい。